ジョホールバルの歓喜は、1997年11月16日、マレーシアのジョホールバルで、サッカー、日本代表が 1998FIFA フフワールドカップ、フランス大会のアジア最終予選のアジア第3、代表決定戦を、イラン代表と戦い、勝利を収めたことにより、FIFA フフワールドカップ本戦初出場を決めたサッカーの、試合の日本における続賞である。 1998年 W 杯のアジア地区の出場枠は3.5であり、アジア最終予選は10チームが AB 組の2組に分かれ、それぞれホームアウェイ方式にてリーグ戦を行い、各組1位の2カ国が本大会出場権を獲得し各組2位同士で第3代表決定戦を行い、この勝者が3番目の本大会出場権獲得。敗者がアジア四位として、 オセアニア1位との大陸間プレイオフに、マーディソの勝者が本大会出場という方式であった。最終予選の形式は当初、前回アメリカ大会予選と同様のセントラル方式が予定されていたが、日本協会をはじめとする東アジアの国はマレーシア開催を主張し、西アジアの国はバーレーンでの開催を主張し、対立が置き換え地を決着できなかったため、 フィファが直前の7月21日の総会でホームアウェイ方式への変更を発表した。この方式変更によって試合数が2倍に増えることになるため結果として最終予選の日程が相当過密なものとなった。予選の終盤までもたつくも強豪アラブ主張国連邦を逆転して日本はグループ2位に滑り込んだ。日本は ホームアウェイ方式の一時予選第4組で5勝、1分けとし、オマーンを抑えて1位通過し、最終予選に進んだ。日本は、B 組に入った。経過は、以下の通り。9月7日、ホーム国立競技場で行われた初戦の、ウズベキスタン戦を、三浦和義の4ゴールなどで6から3と対象し、約2週間後の9月19日。 気温40度のアブダビで行われた UAE 戦を0-0で引き分けた日本は9月28日このグループ最大のライバルとされた韓国をホーム国立競技場に迎えた。日本は後半22分山口祖、広のループシュートで先制するもこの日日本代表として初出場だった FW ロペス・ワグナーを DF 秋田豊と交代させ守りに入ったことが裏目に出て、後半39分に、ジョ・タダ・シゲン、42分に、リビンセイにゴールを許し、1から2で逆転負け、3試合を終了して1勝1分いっの、勝ち点4にとどまった。同じく3試合を消化した韓国は3連勝で、勝ち点9の1位、2位に、UAE が勝ち点7で続く状態となり、1位通過が、 危ぶまれた。続く10月4日、アルマトイで行われた、カザフスタン戦は、コーナーキックから秋田豊のヘディングで先制するも、ロスタイムに、同点ゴールを決められて、引き分け、同日、首位の韓国が、ホームで UA、e 3、UAE に3-0で解消したため、2位、UAE との勝ち点差こそ2に縮まったものの、首位韓国との勝ち点差は7に開き、1位となる。 可能性はほぼ消滅した。この試合後に、カモアマネ監督は更迭され、ヘッドコーチの岡田武氏が監督に就任した。岡田監督の初戦、かつアウェー連戦となった10月11日、タシケントでのウズベキスタン戦では、前半30分に先制され、敗戦直前まで追い詰められるが、終了間際に DF も前線に上げる、パワープレイを観光した結果、イハラマサミのロングボールを、 ロペス・ワグナーがヘディングシュート、これが同点ゴールを生みそのまま引き分けとなった。同節、韓国はアウェーでカザフスタンと引き分け、UAE は試合がなかったため、韓国との勝ち点差こそななのままながら、UAE との勝ち点差は UAE が1試合、少ないとはいえ1に縮まり、首の皮1枚繋がった形での引き分けとなった。次の試合は10月26日、UAE を ホームの国立競技場に迎えた2位争いの直接対決で UAE が10月18日の第7節でカザフスタンにアウェーで敗れたため UAE と日本の勝ち点差1はそのまま日本が勝てば2位浮上となる試合だったロペスが前半4分に先制ゴールを挙げるも前半37分に追いつかれそのまま追加点を挙げられず引き分けたこの試合では UAE 寄りだったジャッジと 異様に短いロスタイムが問題になり、試合後に国立競技場周辺で日本のサポーターが暴動を起こす事態となった。この試合の結果、上位3チームがいずれも2試合を残した状態で同節試合がなく、すでに勝ち点16を得ていた韓国と2位、UAE との勝ち点差が8となり、韓国のグループ1位及び W 杯本戦出場が決定するとともに、 日本の自力による2位からのプレーオフでの最終予選通過が消滅した。もう後がなくなった日本。11月1日、アウェーでの韓国戦で日本は、すでにワールドカップ出場を決め、主力 DF の公明保を累積警告で書いた韓国守備陣を試合開始から、本弄し、前半1分に、七海博士、前半37分に、ロペスがゴールを決めにかられと解消。 勝ち点を10とする。翌日、UAE がホームで再開ウズベキスタン相手に引き分けたため、UAE の勝ち点は9にとどまり、日本は逆に UAE に勝ち点差1をつけ2位に浮上した。日本は、勝てばビリクミニーが確定する11月8日の最終戦、アウェーで終了間際引き分けに持ち込まれたカザフスタンをホームにかえたい戦でも、秋田のヘディングで先制。 代表復帰した、中山正史や高木拓也のゴールなどで5から1で、解消し、第3代表決定戦への出場権を得た。最終予選 B 組の最終順位は、以下の通り。一方、A 組には、全大会ベスト16のサウジアラビアと、競合イランが所属していた。当初はイランが、A 組の首位を走っていたが、第9節にて最下位のカタールに0-2で敗れ、9節終了時点で、 勝ち点12の暫定主位で最終節の第10節に試合がないため一足早く全日程を終了。第10節のサウジアラビアカタール戦が引き分けに終われば勝ち点でサウジアラビアと並ぶものの得失点差で1位となるがいずれかが勝利した場合もう1試合の中国対クウェートがいずれかの対象に終わらない限り2位となるためサウジアラビア対カタールの結果待ちとなった。 この試合を1から0で制したサウジアラビアが首位となって本戦出場権を獲得。イランは2位に転落して第3代表決定戦に回ることとなった。A 組2位が決まるまでの間、日本では第3代表決定戦の相手としてはサウジアラビアの方が組みしやすいとの論が主流であったが、期待に反して第3代表を争う相手はイランとなった。最終予選 A 組の最終成績は 以下の通り、第3代表決定戦をホームアウェイ方式の下で2試合開催することは日程的に難しく中立地での一発勝負の実施が前提とされた。当時の B 組の展開から UAE が B 組2位になることが想定されたため、第3代表決定戦はワーレーンで開催されることとなっていた。しかし、移動距離や機構などで著しい不利をこむることになる。 日本協会はこれに反発。AFC では、西アジア勢同士なら、バーレーン、東、アジア勢同士なら、韓国、西アジア勢対東、アジア勢の対戦なら、マレーシアで開催するという案に落ち着いた。イランは、時差の点で不利を受け、さらにイランは、直行便が確保できず、試合直前に、やっと確保できたのは、 ドバイや香港を経由した約36時間の移動であった。加えて飛行機の遅延でクアラルンプールでの乗り継ぎに失敗し、ジョホールバルへの到着がさらに6時間も遅れることとなった。そのため体調を崩す選手が続出し、準備もできなかった。時差や移動の面で日本に有利に働き、また日本の第3代表決定戦出場が イランよりも先に決定したこともあり、マレーシアには日本のサポーターが多数観戦に訪れ、また、クアラルンプールの日本企業や日本人学校を練習場として使用できた上に日本人会の支援を受けるなど、日本にとってはホーム同然の環境であった。試合2日前の練習では、イランの選手たちがコーラを大音量で流したり、日本選手の真横をランニングするなどの明らさばな、 挑発行為に出たが、並木磨学さ光は、肩で、ハーハーと息をしていて、明らかに疲れていたと、イラン代表の余裕の無差がすでに現れていたと、振り返った。試合終了時のスコアボード日本は、アウェー韓国戦から機能している、北沢強を、トップ下に置いたダイヤモンドの4から4から2の、フォーメーションを継続。FW はそれまで、レギュラーながら、前節カザフスタン戦で、 出場停止だった、三浦和義とロッペス・ワグナーが揃って、出場停止から復帰したが、直前に実望をなくしたばかりのロッペスは、ベンチスタートにして、三浦とカザフスタン戦で、代表復帰ゴールを決めた、中山正志が2トップを組んだ。一方、イランは、アジア予選で十九得点と活躍した MF、カリム・バーゲリを、累積警告による、出場停止で書いていたが、前日練習で、 車椅子に乗っていた小田田道アジジが平然とスタメンで出場しエースのアリナ A ドリブラーのメフディマハダビキアと変速3トップを組むそれまで右サイド MF だったマハダビキアをウィングの位置まで高くしたのは日本の攻守のようとなっていた左 SB 相馬直樹のオーバーラップを牽制する狙いであった試合は前半39分日本が MF 中田秀俊のスルーパスに反応した中山が、GK アハマドレザアベドザでの脇を抜くシュートを決めて、先制、前半はこのまま1から0と日本がリードして、折り返すも、イランは後半開始25秒2台のシュートの、こぼれ球を、アジジが押し込んで同点とし、後半14分には、ダエが、ヘディングシュートを決めて2から1と逆転した。後半18分。 後のない日本の岡田監督は2トップの三浦と中山に変えて上昇時とロッペスを同時投入し同時に3バックに変更したこの積極策が功を奏し後半31分に中田のクロスボールを白がヘディングでゴールに突き刺し2から2の同点に追いつくコンディショニングに失敗したイランの選手は時間経過とともに運動量が落ち 接触プレーで倒れた後起き上がれない場面が目立つようになる。しかし、両チーム決勝点を奪えないまま後半を終了し、得点が決まった時点で試合終了となるゴールデンゴール方式の延長戦に突入した延長戦開始と同時に日本は MF 北沢に変えて5人目の FW 岡野正幸を投入。岡野は最終予選においてそれまで一度も 出場機会を与えられていなかったが、中田からのパスに瞬速を生かして何度もゴールに迫る。しかし、GK と1対1になる、絶好機でシュートを打たず、ゴール前へ走り込んできた中田へのパスを選択して、チャンスを潰し、次のチャンスではシュートを打ったもののゴールのはるか上に、打ち上げてしまう。白はゴールへ迫った際に、アベドザデと接触、この時から、 岡野の決勝ゴールの場面までの記憶が全くないという、イランも反撃を見せ、ゴール前でフリーでクロスを受けたアリーダ A のシュートがバーの上を通過するなど、両チームとも決定的なチャンスをものにできなかった。そのピンチの直後、PK 戦への突入も近づいた、延長後半13分、ロペスが中盤でダッシュしたボールを中田がドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア直前から、 ミドルシュート、アベドサデが弾いた、ルーズボールに、岡野が走り込み、スライディングしながら、右足で、ゴールに押し込んだ。決勝点を決めた岡野は、これを外したら、もう、日本に帰れないと思ったと後に語っている。試合終了直後、岡田監督をはじめスタッフベンチメンバーが、一斉に、ピッチへ飛び出し、岡野を祝福した。シーソーゲームの末に、日本はこのゴールデンゴールで W 杯。 本戦初出場を決めた、1954年の W 杯スイス大会予選に参加して、以来43年目、10回目の挑戦での出場権獲得となったが、ワールドカップの予選及び本大会でゴールデンゴール方式が採用されたのは、フランス大会及び日韓大会のみで2004年をもってゴールデンゴール方式は廃止されたため、 この方式で W 杯出場を決めたのはこの試合に勝った日本だけである。なお、この一戦に敗れたイーランは、オセアニア地区代表オーストラリアとの大陸間、プレーオフに勝ち、ワールドカップ本戦進出を決めた。この試合は、地上波では、フジテレビ、衛星放送では、NHKBS1 が生中継した。日曜日の深夜の放送にもかかわらず、 富士テレビの平均視聴率は47.9%という高視聴率だった。富士テレビが中継する試合で日本代表は負けないという当時の腐敗神話はこの試合でも継続された。岡野のゴールデンゴールの瞬間、富士テレビの中継で解説を務めていた清水はやった。という歓声を上げ、実況の長坂は最後は岡野を日本勝った。ワールドカップ。 と叫んだ。ラジオで実況を務めた日本放送の諸岡、正男は、岡野だ。岡野、岡野、と絶叫。翌日の新聞、ニュースには、日本中が歓喜したとの言葉が踊った。試合後は興奮したり泣きながら、インタビューに応じる選手が多い中で、中田は落ち着いて、インタビューに応じ、代表はうまく盛り上がったんで、あとは、 J リーグをどうにか盛り上げてくださいとコメントした。翌日放送のニュースステーションでは、サブキャスターの小宮悦子と、サッカーコーナー担当のカビラ自営がその喜びを伝えた。特に小宮は現地に赴き、試合を観戦するほどの熱の入れようで、岡野のゴールデンゴールの瞬間は絶叫で、後のことは覚えていないと述べている。また、カビラは、自由が丘のスポーツバーで兄であるジョンカビラとこの、 試合をテレビ観戦し、日本が勝利した際は嬉し涙を浮かべ、生まれてよかったよ。生きててよかった。と絶叫を、最後は、バーの客と共に、日本サッカーの明け者だ。と勝ち時を挙げたチ、チーム1部位、チーム22007年2月3日、長野市、サッカーフェスティバルの講演会で、岡田武史とイラン代表を率いていた、バドゥが、 ジョホールバルでの試合以来約9年ぶりに再会し、対談を行った。バドゥは当時エシー長野パルセイロで監督を務めており、その縁もあって、長野での対談が実現した。対談の内容はやはり、ジョホールバルに関する話題がほとんどで、当時話題になった、小田田とアジジの起用に関する、情報戦的な駆け引きなど再配についての裏話も、語られた。ありがとうございます。